3, 2, 1. よいしょ。どうも。岡のゼミナール。何だったかな。167回目となります。よろしくどうぞ。他のゼミナールの Facebook、Twitter、Instagram、YouTube チャンネル登録よろしければよろしくどうぞ。またちょっとまあ質問をいただきましてですね、それにちょっと視聴者からの質問にお答えしようかなと思っております。まあ小生にお答えできるかちょっと分かりかねるんですけれども、なぜですね他のゼミナールの、言ってることがですね当たるのか教えてほしいと分かったんですけど、まあちょっとコツがありましてですね、皆さんにそのインテリジェンスのですねいろはの意をですねちょっとお伝えしようかなと思っておりまして、正直、何が正しいのとかですね何がどうとかっていうのはちょっと分かりかねるんですけれども、しかしまあ、何事にも構造ストラクチャーというものがありまして、基礎という部分があると思うんですね。その、まあ、インテリジェンスのイロハの意をですね皆様とちょっと共有してですね、まあ日本人がですね精神武装ができるようにですね、ちょっくらお話しさせていただこうかなと思っております。でまあちょっと小生の話す速度はちょっと非常に遅いですからね、皆さん速度を 1.5 倍とかですね 1.25 倍とかにしてこう速度をこうぐい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 早めていただくとよろしいのかなと思っております。さて、まずインテリジェンスの基礎なんですけど、基本なんですけどね、まず小生はね血筋から調べていきます。誰のご子息とかですねどういう家系なのか、そういったところを、調べていくとですね、まああまり外さないですね。ですのであまりこうなので血筋を調べるとですね非常にバレてしまうので、まあ弁護士さんとかとお話しさせていただくと10年以上昔の資料っていうのはねなかなか、どういった血筋なのかを調べづらくなってるというねお話をちょっと伺ってるんですよ。つまりプライバシーの侵害とかそういうので、つまりですね血筋が分かるとですねほとんど謎が解けてしまうんですね。なのでまあ血筋を、調べていきます。そうしますとねほとんど外れたことがございません。ではですね第2ですかね、その次は小説は宗教ですね。例えばまあ創価学会とかっていうのを調べていくと大体なんで芸能界で成功してるのとかですね、どことどこの利権がぶつかってるかっていうのが大体、分かってきますね。ですからまあ血筋と宗教をこう調べていくとほぼほぼもう正直もう 70% ぐらいがもう当たってしまいますね。で宗教とまあ同じぐらい大切にしているのがあとはどこの大学ですね、どこの大学どこの、まあ 学校でとか、例えばウェールズ大学とか
ジョン・ホップキンス大学とかシカゴ大学とか、まあそういうところを調べていきますとね、まあ、ロックフェラー系なのかなとかですね、まあ、オックスフォードとか、ケンブリッジとか、まあ、いろいろ他にもあるんですけど、そういうのだと、まあ、ロスチャイルド系かなとかですね、血筋をこう調べると大体分かってきますね。ですから、まあ血筋と、まあ宗教と、あとはまあ学校、どこの大学で出たかっていうのを調べたら、まあ優秀な子を囲いますからね、きちっとこう。ですから、まあチャイナスクールとか、例えば蓮舫とか出てますから、蓮舫さんとか出てますからね、まあ大体そうでしょうとか、そういうのが分かってきます。で、あともう一つは、あれです、どこに就職されてたかとかですね。就職、まあ日本とかでしたらあんまり関係ないのかもしれないんですけど、世界とかですと結構、まあここ例えばゴールドマン・サックスとかですね、そういうところに勤めてたら、まあ国際金融資本家とつながってるであろうとかですね、まあそういうふうに、まあ予測ができますよね。ですから、まあそういうふうに、であとはまあ銀行とかですと、まあロスチャイルド銀行の副頭取までやってた、いわゆるマクロンっていうのは、まあロスチャイルド系の子飼いなのかなとかですね。ですから、まあウイルス戦争っていう言葉をマクロンが世界で初めて使ったのも、なんとなくこう腑に落ちるんですね。というふうにですね、まあこれぐらいのことをですね、基本的に、調べていくと、ほとんど外したことがないですね。外さないですね。ですから、なので、ゴシップっていう芸能のやつも大体、当たってきますよね。ですから、なんていうんですかね、このインテリジェンスのいろはのいを知らない人たちが非常に多いですから、読み間違えてしまうのかなと思いますので、そういうのを、まあ、一つ一つ丁寧に調べていくと、あまり大きくは外さないですね。外す場合もありますので、別に恥ずかしいことじゃないんですけど、その代わり、まあ8割ぐらい当たるんじゃないですかね。ここまで調べたら8割9割当たると思います。残りの1割2割っていうのはイレギュレーションで外れるぐらいで、もうかなり当たってきますね。ですから、もう血筋と宗教が、あと大学とかですかね、あとまあどこを勤めてたとかっていうのを一つ一つ調べていくと、まあ外れないと思いますよ。そういうふうにですね、インテリジェンスのいろはのいっていうのがもちろんあるんです。それを調べた状態で、まあ皆様に大体喋ってますし、まあ、もしくは、まあ調べなくてもですね、いろはのいをきちっとできてる人をちゃんと小生は厳選してますから、その方の言ったことだったら、まあ大体信用できるんじゃないかなという形で、その人たちの意見もきちっと取り入れさせていただいてるっていう形ですね。ですから、あまり新しい情報には飛びつかないですね。新しい情報に飛びつかないというと、すごく語弊があるんですけど、この人とこの人がやってんだったらそうじゃないかなっていう感じですね。ですから、もう情報源がもうほとんど絞られてくるというかですね。ですから、まあそんな感じなんですね。ですから、本当に新しいことは一切してませんし、
何か特別なことも一切してないんですね。それが一番大切だと思いませんかね。つまり、何かを見定める時に、まあ、これとこれは基本的にやっときましょうみたいな感じのものがない方が怖いですね。まあ、他のセミナルを見てる、視聴者諸君にはもう釈迦に説法というか、もう前に聞いたぜと言われるのかもしれないんですけど、例えば処方箋ですよね。処方箋のことを皆さんは英語で何と申し上げますか？処方箋の、あれはですね、プレスプリクションっていうんですね。プレとはあらかじめなんですね。スプリクションはあらかじめ定められた規定なんですね。つまり、あらかじめ定められた規定はいつからやってきますかという話なんです。例えば、お医者さんには、僕今熱なんですよ、つって、あ、じゃあ何時寝ましたかとか、で、前日どんなもの食べましたかとか、何々しましたかっていろいろ質問されてですね。で、まあ、こういった心拍数とかそういったものをさ、やった後に、まあ、あなたは多分こういった薬が効くと思いますよ、つって薬を出してくれるんです、お医者さんは。じゃ、なぜお医者さんはあなたにこの薬が効くってわかるんですかって言ったら、過去の症例なんですね。つまり経験なんですね。ということはどういうことかと申し上げますと、過去の蓄積なんですよ。それによって、じゃあこの薬は効きますとか、これはこういうふうになりますっていうのが分かるんですね。もう当たり前、車力のことしか言ってないですよね。ということは、あらかじめ定められた規定っていうのは過去からやってくる。じゃあ過去からやってくるものは何ですかって言ったら、常識なんですよね。なぜ常識っていうのが過去からやってくるかって言ったら、まあ、神様にはまあ二礼二拍手をしましょうとかですね。で、食べる時にはいただきますと言いましょうとかね、ちゃんと挨拶しましょうとか、お天道様見てますよとか、我々が日本語使ってるとか、なぜ使ってるんですかって言ったら、我々のもう先人がですね、ご先祖様たちがずっと使ってくれたおかげでですね、こうやって漢字とかひらがな、日本語を使えてコミュニケートできてるわけですよね。ということは、自分だけで言えば経験なんですけれども、そういったね、横軸ですね、縦軸で言えば、もうたくさんのお医者様だったりとかですね、たくさんの日本人のおかげとかで日本語とかひらがな、カタカナが使えたり、漢字も使えてるというわけですよね。ということは、縦軸で言えば伝統とか歴史とかですね、文化ですよね。ということは歴史ですよね。つまり、小生がなぜ当たるのかって言ったら、歴史を調べるからなんですね。つまり、未来は不確実であります。これも不確実なんですよ。では、何を申し上げたいかというと、未来は分からないんですよ。未来は分からないんですけれども、ある程度どういうことが起きるかっていうことは、推測はできる。例えば、コロナウイルスがばらまかれたことは、小生はもう寝耳に水だったわけですよ。ね、つまりわからないですね。その代わり、コロナウイルスを見た時に、非常に面白かったのが、まあ2016年を思い出したんですね。まあ一番初め思い出したのが、まあ2001年の911だったんですよ。飛行機をバーンってこうワールドトレードセンターにぶつけた時に、まあいろんな場所でカメラ映してたら、まあやっぱり角度の悪いところで、彼らからすると都合の悪いんですけど、飛行機が当たる前に爆発しちゃったわけですね。それが映ってたのがアメリカ全米に流れちゃって、 YouTube でもあったんですが、全部消されてしまったんですね。なので、まあ、アメリカ人とかに関しては、これでイラク戦争に巻き込まれて、多くのアメリカの、若者たちが亡くなってしまったんですね。そういったふうにですね、騙す側の、やり方は、まあ、200年か300年、同じ金持ちの組織がずっと同じようになってますから、
やってる側が一緒なので、やり方はほとんど一緒なんですね。過激で刺激的なことをして、ショックドクトリンでそっちに向かわせると。その代わり見せ方が変わるんですね。なので、今回のコロナウイルスに関してはもう非常にニアなものを感じて、で、そのプレスプリクションの2016年にしましょう。2016年でそのブレグジットとトランプ大統領が就任しましたよね。これはですね、ロックフェラー系とかに関してはもう本当に痛恨の失敗だったと思いますね。なぜかと申し上げますと、今まで通りオールドメディアですね。テレビとか新聞と雑誌だけに金回しときゃいつも通りできるだろうと。51%の庶民を騙せるだろうと思ってたんですよ。そしたらですね、ツイッター、インスタグラムとかフェイスブックとかの力がものすごく強くてですね、最終的に、負けてしまったんですよね。それもトランプさんがディープステート、ロックフェラー系のことを指してると思うんですね。だって自分の側近が全員ロスチャイルドなんですから、ロスチョム長官とか NS ロスチャイルド・エンド・サンズとかですね。ムニューチンに関しても、ゴールドマン・サックスには勤めてたんですけれども、ロスチャイルド系の、おじいちゃんの世代にですね、ロシア革命の前にまでに、ベルギーとかロシアの方で宝石を出た人たちですよ。そういうふうにですね、あとはクシュナーですよね、イスラエルの、大統領とトランプをつなげている存在ですね。そういうふうにですね、つまりそのディープステートっていうか難しいんですけど、そういうところがですね、その今までのオールドメディアに金払っときゃ騙せるだろうっていう感じで騙してたら、騙しきれなかったんですね。で、騙しきれなかったことでどうなったのかって言ったら、ブレグジットとヒラリーが負けてトランプ大統領になって、もうコストとベネフィットでものすごいお金がかかってるわけですよ。それでですね、今回のコロナに関してはもう非常に面白かったんですね。LINE とか、Facebook、Twitter、YouTube で、あとはテレビは見ませんからね、分かりかねるんですけれども、もうすべてのそのオールドメディアから、最近の主流のメディアと言われて SNS、 すべてがコロナの感染者数が怖いと。ね。で、全員にマスクをつけさせたと。ということはですね、グレートエグザミンをしたんじゃないのかなっていうふうに類推ができるわけですね。やれやれ、ちょっと時間になりましたからあれですけどね、つまり国際金融資本家がですね、これぐらい SNS とメディアにやったらどれぐらい騙せるかなっていう実験をしたんじゃないのかなというふうにですね、ちょっと思えるということなんですよ。では、やれやれということで。また会いましょう。